書庫の整理はこれで完了です。いや、こんなところにスライド式の棚が。おかしいです。以前は壁だったはずですね。キャー、ごめんなさい。どいてどいてどいて、急がないと遅刻しちゃう。っていうか猫耳にされちゃうわ。どちら様でしょう。ごめんなさい、名乗れません。事情は話せないけど、何も見なかったことにして部屋に戻ってくれると助かるな、メイドさん。そうはいきません。こんな夜更けに侵入したばかりか、片付けたばかりの書庫をダンプカーのように散らかされました。率直に言って、あなたは盗賊です。あれれ、メイドさん、なんかすごく怒ってるけど、もしかして私悪者ですか？ダウンロワンファイブ。負けないのか。もう一回。といいが。ラウンド1ファイト。戻りたまえ。予想外。それでは無理だ。なかなかカット。失礼します。待ちたまえ。油断した。失礼。屈辱のダンプ。ムーンビーム。ジャウンド2ファイト。油断した。予想外。失礼。失礼する。予想外。少し強く。気をつけた。炎の具合が。失礼する。悪意の渦を。油断したよ。本気で行きます。本気水流。ご放置水上波。アークライドクリッシュ。ごゆっくりお休み。ニューミー。お屋敷に仕えて早10年。
身についたメイド作法は伊達ではありません。四季様にあだなす不心得者には心を鬼にして対処させていただきます。お返しよろしいします。ダウンロードワンファイト。困ったものです。確かにお屋敷にはあと何人か必要ですが、ここまで私に見せなくても、はあ、扉から落ちて2時間。今度は節電ですか。いよいよ本格的にあれな感じになってきましたが、これは一体どういうことなのでしょうか、ベンさん。あら、鈍いようで悟いのね、ミスイ。ここが私の庭だって気づいてたのか。ん？あれ？気づいていてあれ扱いしてたってことは、もしかして、馬鹿にされてる？そんなことないわ。考えすぎよ、レン。琥珀ならともかく、筒井は屋敷の中で2番目の常識人だもの。いつもケーキくれるもの、梅味だった。レン様、出口を知っているのなら、教えていただけますか？いえ。そもそもあの扉は誰が作ったものなのでしょう。出口なら常にあなたの目の前にあるわ。今は見えず触れないだけ。時が来れば扉は勝手に開くから、それまで不思議の国を楽しみなさい。ではあの扉を作ったのはレン様。それを口にしたらつまらないでしょ。知りたかったらもっとアリスになりきるか、それともあのアキハみたいに私を押し倒して聞き出してみる。かしこまりました。少々手荒くなりますが、お覚悟。あら、怖い怖い。でもおてんばすぎるのも考えものよ、つい。あんまり生意気だと小さくなる薬を飲ませて、引き飛ばしてあげたくなっちゃうじゃない。レン様にそれができるのでした。ぶっちゃけ、あなたからは負け犬、負け猫の匂いがします。
恐るるに足りる相手ではないか。失礼ね、私は負けてないわ。あまりにもあいつらがしつこいからちょっと話し相手になっただけよ。ラウンド1ファイト。もうお気をつけて。乱暴なのね。お気をつけて。えいっと、やれやれ、滑りますよ。続けましょう。お望みだね。失礼、あなたをリベンジで。やや続けましょう。行こう。乱暴なのね。しなさい。お気をつけて。しなさい。乱暴なのね。しなさい。どうした？本気でしょ？暗黒必須いる。不法地推奨派。ガンガン気をつけて。しなさい。なかなか消えない。失礼いたしました。ユンウィン。ラウンド2。ファイト。再開です。それでもレッキーそのレッキー続けましょう。いくよ。蓮様は閉じ込められた。いえ、忍び込んだ何者かを追い出せず、雪原で様子を見ていたのですが、申し訳ありません。蓮様に代わって私が事態を究明します。私に挑む。開始します。ラウンド1ファイト。高くちゃぞ。私怒りました。再開と行こう。再開と行こう。さてどうで。おやめください。行け行け。ミラメイド。インパクト。行け行け。お気をつけて。機関受け。失礼します。お気をつけて。ごゆっくりお休みください。ユンウィン。ラウンド2ファイト。お気をつけて。滑りますよ。やっとやややや。思い上がるな。思い上がるな。お気をつけて。再開です。失礼します。聞かぬ。さてどうで。再開と行こう。はぁ、あ、梅さんの夢中に夢出さん。行け行け行け。再開です。本気で行きます。暗黒必須流。不法地推奨派。アークドライブ。屈辱は残酷。ユンウィン。
それではお屋敷の清掃に戻らせていただきます。行きますよ、セブン。お相手いたします。ラウンド1ファイト。行きます。やってくれます。失礼します。えい、お気をつけて、お気をつけて。そこで滑りますよ。まだまだまだ、嫌な性格です。やってくれますね。まだまだやりますね。おかしいよ。ヒッチュード、嫌な性格です。不覚です。再開です。本気でいきます。暗黒飛水流不法地水晶波。そこです。満足いただけたでしょうか。ラウンド2いきます。ファイト。それ、さあ、お、えい、は、不覚です。じゃあ、や、は、ゼロ、は、えい、は、や、不覚です。は、やってくれます。えい、えい、え、や、やめやめ、つらい上げです。メカニクルマサンド。失礼いたしました。ユーミー、どうしよう。とっさに近くにある家具を使ってしまいました。これじゃお部屋の掃除をする姉さんそのままです。僭越ながらお相手いたします。ラウンド1ファイト。いやいやいや、失礼します。いやいや、今は殺せない。余裕がなくても、えい、うふ、今は殺せない。100倍にしてお返しします。失礼いたしました。ユーミン、ラウンド2ファイト。余裕がなくても、あなたをリベンジです。今に殺せない気分。再開です。100倍にしておかけします。失礼します。どう、再開です。覚悟なさい。100倍です。まだです。お気をつけて。滑りますよ。気分が、もう一度行きます。盛り上がりなさい。行きます。いい気にならないで。真剣勝負とのことでしたので全力を尽くしました。ご満足いただけたでしょうか、アキハ様。
ットじゃなくてカット。そこの君困るよ。なんで元気ないの？ちゃんと朝缶食べた？コーヒーはちゃんとインスタント？豆から引いてたらマジ承知しねえ。やはりそういうことでしたか。姉さんから伺っています。あなたは猫カオス様ですね。いかにも。ルーカスはガセでしたが、それを機に猫アイドル事務所ジャニャーズとか結成したのよ。これがまあ明日あたり潰れるのですが、それより今の話は聞き捨てならないな。レディ、あのドクターハンバーが我が輩を噂するとはついに我が輩のダンディーさんに気がついたか。それで翡翠か。ドクターはなんと、キモい、消えろ、今度こそ根絶やしにする、そう仕込み棒器を握りしめながらつぶやいておりましたね。まあそんな話より、うちの妹の話しようぜ。つまり君の話だよ、翡翠くん。せっかく主演女優に抜擢したのにまるで使えません。その棒読みなんとかにやらんかね。これは個性というものです。ですが猫カオス様がどうしてもというのなら、少々本気で演技をしてあげてもよろしいのですが。許可する。こうジェームスに寄り添うボンドガールになった気分で甘えてみてくれないかね。言うまでもないが、007は私だ。はい、それでは。殺します、パチ猫。ふやけたクッキーなど褒めすぎです。あなた方は破れた雑巾以下の造形物。今すぐその両頬をつかみ、それこそ腰のように脳天から真っ二つにした後、五寸釘を針代わりに、バラ線を糸代わりにして縫い付け、痛い、助けて。いっそ優しく殺して、と泣き叫ぶ口に、大量の玉ねぎをご馳走します。もちろん玉ねぎだけでは味気ないので、調味料としてブラックパウダーを混ぜ。しかるに火をつけたマッチを投下。成層圏まで飛ばし、爆散を確認した後、これを新技バスターキャットと命名し。ひぃ、なんという演技力。君、ジャパンホラーとかに興味はあるかね。今ならハリウッドに買われてから逆輸入とかされて、気がつけばロボットものになってたりするぜ。全くありません。今は猫カオス様をどう料理するか、それだけで胸がいっぱいですので。こえー、そしてなんという大人気。姉にも妹にも思われるなんて、我が輩今モテ期じゃね。ラウンド1ファイト。もう一度行きます。失礼します。不明してる人間の中に長さが、いい波です。金の匂いが強い。再開です。もう一度行きます。
姉さんの気持ちは分かりました。これはかつてない悪夢です。夢はうつろ、うつろは夢、猫はうつつ、うつつは猫。にゃにゃにゃ、ようこそ偉大なる猫が見る夢の世界、グレートキャッツビレッジへ。さあ、物語もクライマックスになってまいりました。いよいよ宗教裁判の時間ですが、弁護人の用意はできてるかにゃ。沈黙メイド。やはり黒幕はあなたでしたか。清掃を始める前にお聞きしますね。あの扉は姉さんを追い詰めるために。別に、あの割烹着はなかなかの英傑。世の中を混乱させる競争相手として末永くからかっていきたい。あのヘブンズドアは屋敷に侵入して猫缶とか現生とかちょっぱるためのショートカット。ま、今風に言うとデノセンってやつですね。そうですか。対姉さん用の措置なら多少は見逃そうと思ったのですが。割烹着、なんと姉思いの妹を持ったものよ。ところで沈黙メイド、今回の趣向は気に入ってくれたかにゃ。言うまでもありませんが、この夢冒険は土地数のアリスをモチーフにしてみました。この忠実な再現度、我ながら神がかっている。まあアリスっていうには翡翠さんはちょいと塔が立ってますけどね。そうですか。ではアリス役らしくこの猫王国を壊滅させていただきます。ダウンロードバンファイト。もらって燃えるね。後ろへガキつくわ。ドリドリドリおめでとうください。ごめん、おかげにしやっ、失礼します。再開です。では図書室に戻してください。え、まだ早い。これは三部構成のうちの一部目に過ぎない。困りました。そんなに疲れていたんでしょうか。翡翠、図書室の整理手伝いに。シーダ組織さん、いい感じでお昼寝している翡翠ちゃんを起こしてはいけません。ごめん、小白さん。けど大したもんだな。あれだけ散らかってた図書室の整理、もう終わってるなんて。翡翠
ちゃんの得意分野かつお気に入りの場所ですからね。いつもより気合が入りすぎてそのまま眠ってしまったのでしょう。なのでさん、分かってます。秋葉には内緒ですね。じゃあ目を覚ますまで図書室の平穏を守るとしますか。はい、話のわかる四季さんは花丸です。でも、なんとなくうなされているような。まあ、悪い夢ってわけじゃなさそうだし、いっか。きっと、目が回るぐらい楽しい夢なんだろうな。そして、予想通りの騙されっぷりです、四季さん。ああ、また姉さんの人騒がせの発明図だ。正直、自業自得です、四季さん。